この足首の動きが硬い人、骨盤がガチガチに固まり癒着したまま動けなくなっています。それを知らないまま放置すると、猫背や反り腰など姿勢が悪くなったまま生活し歩くので、全身がどんどん歪み、最悪腰や股関節、膝の骨が変形し手術になって歩けなくなったり、お腹や足も痩せたくても痩せれなくなったり、内臓に脂肪が溜まり生活習慣病も引き起こし病気にかかりやすくなる可能性まで出てきます。そこで今回は、骨盤の動きが悪い人が 99% 知らない、1万歩歩くより1時間ストレッチやマッサージするよりも寝ながら足を振るだけで今回の問題を全て解消する方法もお伝えしますので、最後まで注目して見てください。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のナムです。なんやねん戦うのかと期待外れやと思った皆さん、実は相撲をやって体を酷使し、何をやってもどこに行っても腰が良くならず、腰椎ヘルニアで足もしびれ太ったまま引退した辛い経験もあるので、そんな体でも復活したケア方法でもある今回のセルフケア教室の授業を実践して、一緒に健康きれいになりましょう。実は骨盤の動きはこの足首の動きが重要で、実際にみんなをチェックしてみてほしいんやけど、まず足の指を前に向けて膝も前の方に向けときます。そして膝は動かさないで、足の指を内側そして外側とこのように動かしてみてもらって、どちらが動きにくいのか、そして動く角度っていうのを見ます。この時に外側に行きにくい人は、骨盤や股関節をこのように内側に締める筋肉が緩んでいるので、骨盤が開き後ろに倒れ、猫背でガニ股で生活するタイプです。次に内側にこのように行きにくい人は、骨盤や股関節を開く柔軟性を確保する筋肉が緩んでいるので、骨盤が逆にキューッと締め付けられ、前に出ていき反り腰で内股や X 脚で生活するタイプです。そして右足や左足でそれぞれこのように動く角度がバラバラの人は、骨盤がよじれ、どちらのタイプにもなる可能性がある人です。このように骨盤は足首の動きがかなり重要になるので、知らない人が本当に多いです。実際に足の指このように内側向けてみて、なんか股関節開きやすくない？今度は足の指を外にすると、股関節と膝がこのように内側に入るっていう動きするやろ。だから足首ってめっちゃ重要。その足首から骨盤を動かすには、ウォーキングやストレッチ、マッサージとかではなかなか狙えない、体にはズボラでサブル筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんだけど、そのズボラ筋を専門的な方法でちゃんと単独で働かせていないので、骨盤がタイプに分かれ歪み、内臓の位置まで変わるので、お腹がぽっこり出たり浮き輪肉まで出てきて、姿勢も悪いまま生活するので、腰や股関節、膝も歪み痛みが出てきて、最悪骨も変形し手術になったりします。そしてズボラ筋は全身の代謝を上げる大きい筋肉にもなり、それも落ちるので、さらにお腹や足も太くなり、リンパも詰まり内臓脂肪、中性脂肪まで溜まって、肝臓や内臓に脂肪も蓄積し、体に溜まった老廃物も解毒分解できにくくなり、病気にかかりやすくなったり老化まで加速します。なんでそのズボラ筋が隠れた原因で、そこを専門的な方法で単独狙って動かすのが一番の近道です。そこで今回の専門的に狙うズボラ筋は6つ。でもこの寝ながら足振りケアは3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋、1つ目、すねの外側から小指側までの足首までつながり支える腓骨筋。ズボラ筋2つ目、肋骨背骨、骨盤、体幹や内臓を支える腹横筋。ズボラ筋3つ目、すね内側から親指側までの足首までつながり支える後腓骨筋。ズボラ筋4つ目、背骨、骨盤、股関節、太ももの内側までつながり支える腸腰筋。ズボラ筋5つ目、骨盤、股関節、膝の内側までつながり支える内側ハムストリング。ズボラ筋6つ目、骨盤、股関節、太ももの内側までつながり支える内転筋。では早速このズボラ筋を専門的に狙い撃ち、一緒に健康きれいになりましょう。これめちゃめちゃ簡単です。
まず最初に足首のこの角度を見といてください。反対も同様にこうやって見ときますね。次にこのように足首の柔軟性を見ときます。反対も同様に見といてくださいね。じゃあこれ終わった後もっと足首伸びるようになるし、最初にやったやつの足首のこの動きももっと変わってくる。次に腰の動き見るね。前にどこまでいけるのか、後ろにどこまでいけるのか。次体もこうやってひねってみて、で横にもこうやって倒してみてください。この時に詰まったりどっちか行きにくいとかなんかね痛みとかある場合は、結構もう骨盤とか下半身周り歪んでる。次にウエスト周りチェックするね。これおへそからぐるーっと測ってみて、これも終わった後めっちゃへこむから。次呼吸もチェックします。息はーはー吐いたり、スーッ、吸ったりしてみて、これも終わった後、めっちゃ吸えるし、吐けるようになってるから。では、ズボラ筋一つ目、二つ目は同時にできます。まず最初に手のひらをこのように外に向けてもらって、胸を軽く張っていただき、手を真横よりか少し前の方に出しておきます。次に上の足の足首をこのように伸ばしてもらって、そしてそのまま足の指をこのように上に向けるようにぐっと足を振ります。そしてそのまま脇腹が縮むように肩をゆっくり下げていきます。そうすると、すねの外側のところと脇腹のところに力が入りますので、これをこのようにクッと振ってからゆっくりこのように脇腹縮むように下げていきます。これ30秒間繰り返していくね。みんなこの時に足つるっていう人は相当足首周り悪くなってるから、最初はつるけどこれやっていったら辛いようになるから、その代わり無理だけはせんといてね。でここら辺こうやって足上げてるのしんどかったら、ここら辺クッションとかなんか入れてもらってちょっとやると楽にできるようになるから、そういうのでも構いません。できるだけですね楽にやってください。じゃあみんな行くよ。はい、下げて、そう、外にこのように足を振ります。そっから脇腹縮むようにゆっくり下げていく。そうです。はい、このまま続けていこう。はい、ゆっくり下げる。はい、下げて、上に振って、そしてゆっくり脇腹縮める。そう、下げて、足上に振って、脇腹ゆっくり縮める。はい、下げて、上に振って、ゆっくりこのまま脇腹縮めてくる。そう、はい、下げて、振って、下げる、そうです。はい、下げて、振って、縮める、そう、うまい。下げて、振って、縮める、もうちょっと頑張ろう。下げて、振って、縮める、はい。下げて、振って、縮める、うまい。はい、下げて、振って、縮める。はーい、オッケーでーす。みんな大丈夫？もう僕はメガネ、もう曇っちゃってます。で、横向きのままズボラ筋3つ目4つ目も同時にできるから、このままやっていこうか。で、片方終わったら反対も同じようにやっていこうか。まず最初に足の裏をこのように床の方に向けてもらって、指を前に向けてもらって、軽く指を握っておきます。そして親指の先端を反対のすねの内側につけておきます。このままの状態をキープしたまま、まずかかとをこのようにゆーっくりこうやってじわーっと上げていきます。要はつま先立ちするみたい。そのまま足をするような感じでぐーっとこのように股関節を曲げてきます。そうするとすねの内側のところと股関節とお腹の前のところに力が入りますので、これをねこう上げてからゆっくり曲げていくっていうのをですね30秒間繰り返していく。みんなこれも足つるつるっていう人はこれ足首相当悪いから、やっていたら辛いようになるから、ただ無理だけはほんませんといて。じゃあ行こっか。行くよ。ちゃんとこうね足の指前向けといてね。そしてですねこのようにつま先立ちしてゆっくり股関節曲げるように足振ってきます。そうです。はい。ゆっくり上げて。ゆっくり振るね。そうです。はい。上げてから振る。そうです。上げてから振ります。そう。上げてから振ります。で、股関節がですね、なんか曲げにくいっていう人は、ちょっと曲げるだけでも全然構わへんからね。ほんま無理ない範囲でやってください。じゃあね、このように一緒。はい。上げて、振る。そうです。上げて、吊ります。そう。上げて、吊ります。もうちょっと頑張ろう。はい。上げて、吊ります。そうです。はい。上げて、吊ります。はい。上げて、吊ります。大丈夫？意外にきつかったかな？無理したらあかんよ。もうちょっと頑張ろう。そう。はい。上げて、吊ります。はーい、オッケーでーす。もうめちゃめちゃポカポカしてくるね。じゃあ反対も同じようにやっていこうか。まずズボラ筋一つ目、二つ目、同じにできるね。まず手のひらをできるだけ外に向けてもらって、胸を張ります。で、前横よりか少し手前出すね。そして上の足をですね、まずこのように下げる。そしてから足の親指を上の方にこのように振ります。そして振った後に脇腹縮むように肩を下げてきます。さて、そうすると、すねの外側、で脇腹のところに力が入ってくる。
じゃあこれ30秒間繰り返していこうか。みんな先やったからいけるから、いける、じゃあいこうか、いくよ、はい、下げて、はい、上に上げて、ほんで縮める、そうです、はい、下げて、上に振って、はい、縮める、そうです、下げて、振って、縮める、そうです、はい、下げて、振って、縮めます、そう、みんな前、下げて、振って、縮める、そうです、下げて、振って縮めます、そうです、下げて、振って縮める、はい、下げて、振って縮めます、息止めてない、大丈夫、はい、下げて、振って縮める、そうです、はい、下げて、振って縮める、もう一度頑張ろう、下げて、振って縮める、はい、オッケーです、ほんとポカポカしてくるね。ではズボラ筋3つ目4つ目ね、これも同時にできるね。まず足の裏をこの床の方に向けてもらって、指を前に向けてもらって、軽くだけ指握ります。そして反対のすねの内側のところにこのように指の親指側かな、先端このようにつけときます。そしてこのようにかかとをゆっくりつま先立ちするように浮かして、それから股関節をですねこのように曲げるように足を振っていきます。そうするとすねの内側と股関節のお腹の前に力が入ってくるので、これをね上げて上に振ってくる、30秒間繰り返していくね。みんないける、大丈夫かな、じゃあいこっか、いくよ、はい、上げてゆっくり振ってくる、そう、はい、上げて振ってくる、そうです、はい、上げて振ってくる、そう、上げて振ります、そう、息止めないでね、大丈夫、上げて振ります、そう、上げて振ります、そう、上げて振ります、そうです、はい、つってない、大丈夫無理してあかんからね、できる範囲でいこう、そう、上げて振って、そうです、上げて振って、もうちょっと頑張ろう、はい、上げて振って、もう少し、はい、上げて振って、もうちょっとね、上げて振って、はい、オッケーでーす。もう片目メガネ曇って見えません。では、ズボラ筋5つ目。まず最初に、膝の角度はだいたい90度ぐらいで、かかとを動かさないで、足の指をこのように両方内側に向けます。そして、軽く肘をついておいてもらって、まず最初に膝同士をこのように締めるように足を振ってきます。そして振った後、お尻を軽くこのように浮かします。そうすると、両方の太ももの内側のところに力が入りますので、これをね、こうやって振ってあげる。そう、振ってあげるっていうのをですね、30秒間繰り返して、みんなこれならいけるかな、大丈夫、じゃあ行こっか、行くね、はい、このようにね、膝締めるように振ってきて、はい、あげます、さあみんな前、締めてあげる、そうです、はい、振ってあげる、そうです、はい、振ってあげると、はい、振ってあげる、息止めてない、大丈夫、はい、振ってからね、あげます、そう、ゆっくりこのようにね、締めてから振ってあげるね、そうです、はい、締めて振ってからゆっくりあげる、そう、締めて振ってからゆっくりあげます、そう、みんなうまい、締めてからあげる、そう、締めて振ってあげます、はい、オッケーでーす。では、ズボラ筋6つ目。まず、かかとを動かさないで、足の指をこのように内側に向けます。このままの状態をキープしたまま、かかとがお尻に近づくように、このように膝を曲げるように足をこのように振ってきます。そうすると、太ももの裏のところに力が入るので、入ったら反対の足もね、同じように、このようにかかとがお尻に近づくように足を振ってきます。そうすると、反対の太ももの裏のところに力が入るので、入ったら反対。そう、このようにですね、30秒間ゆっくり繰り返していきます。みんなこれならいける、大丈夫か、じゃあ行こっか、行くよ、これ足の裏つけたままとかでもね、浮かさなくても全然構わへんから、じゃあ行くよ、行くね、はい、ゆっくりね、そうです、で反対もゆっくり、そうです、ゆっくり、はい、みんなうまい、ゆっくりね、息止めてない、大丈夫、そうです、息止めなくてね、ゆっくり、そうです、はい、ゆっくり、はい、みんなうまい、ちょっと僕足浮いてるように見えるかもしれんけど、音鳴らんようにしてるだけやから、みんな吸ったらいいからね、そう、みんなうまい、もうちょっと頑張ろう、
そうです。はい。もうちょっと頑張って。そうです。はい。もうちょっと。いいね。もうちょっと。よいしょ。もうちょっとね。よいしょ。もうちょっと。はい、頑張って。息止めない。そうです。はい、オッケーでーす。ほんま全身ポカポカしてくるね。じゃあ終わったからもう一回チェックするね。これね、足の動き。さっきとこれどうやって変わってるのか。反対も同様にね、どれぐらい変わってるのか見てください。じゃあさっきよりかめっちゃ動かしやすくなってるはず。ではね、こうやって足首のこうやって柔軟性を見てみてください。じゃあさっきよりかこれもっとね、このガッて開くようになってるはず。反対もね、同じように見てみて。じゃあめっちゃこれ足首が曲がるようになってない？次、腰の動きも見るよ。前にどこまでいけるのか。後ろにもうどこまでいけるのか。で、体もひねってみて。次にね、横にも倒してみてください。じゃあ、さっきよりか左右差なくなったり、詰まり感とか柔軟性とか結構良くなってない？次にね、おへそからぐるーっとこのようにウエスト確認してみてください。じゃあ、めっちゃ細くなってるやろ。次、呼吸もチェックするね。息、はーっと間にスワーッと吸ってみて。めっちゃ吐けるし吸えるようになってるやろ。ほんで、変わってたらちゃんとセルフケアもできてるから安心してな。そして、このズボラ筋セルフケア後に合わせておすすめな、さらに骨盤の動きを良くする方法もご紹介しますので、最後まで注目して見て。これ寝たままできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんまどんどん貯金してください。ここで今回のセルフケア後におすすめな、さらに骨盤の動きを良くするセルフケアを一緒にやって、もっと健康貯金を貯めましょう。あと概要欄に友達限定で、あなたのお悩みに合ったズボラ筋セルフケアは何かを簡単に診断できる方法を無料でプレゼントしてるから、これもチェックしてみて。ただまず最初にタオルかバスタオルでもいいので、このようにくるくるこうやって丸めてください。要はこう円柱みたいな感じになればいいからね。そしてこうやって背中、要は背骨のかな、このようにこうやって合わせてもらって、そのままこのように寝転びます。だからまずタオルを下に引いてから上に寝転ぶでも構いません。そして頭の後ろにこうやって手を組んでこうやって置いときます。でそのままの状態をキープしたまま、このように股関節を軽くこうやって内側に入れるように。で反対も同じようにこうやってね、このようにですね、ゆっくりゆっくり繰り返していきます。これをですね、このまま30回やっていきます。これをするとさらに背骨から骨盤の動きが良くなり、老廃物もドバドバ流れて健康綺麗貯金も貯まるので、合わせてやってみて、よかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと実践して変化もあったらコメントでも教えてちょうだい。ほんまここまで見てくれてありがとう。それでは概要欄のプレゼント特典もチェックして、また次回お会いしましょう。これなんか痛いぐらいまで内側に入れなくても大丈夫やから、無理せんとやってねー。